おはようございます。ジュート申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まあ言っちゃいますけど、この動画を上げてる頃には全然違う時期だと思うんですけど、5月はですね、多分5月って言ったよ今5月はですね、私仕事が一回もないんですよ。仕事という仕事はないです。職を移動する関係上、有給が大量に溜まっており、まあ介護職って有給取れないですから。で、その消化に当てられることで、1ヶ月、ほぼほぼ仕事ないです。これからの動きとしては普通にね、普通にあの工場行かなあかんから、まあちょっと変わってくるんですけどね。仕様も、書類も書かなあかんしな。今、転がっとるそこに。汚い部屋の時期になっております。私はちなみにですね、先の仕事に不安を覚えております。それでは行ってみよう。その前に。今回使っていくモンスターはね、レッソーゼモンびっくり外ヘルバトラーです。何回も色が濃いんだけど、2体来たぞよ。使われていないマイナーモンスターを救済する資格です。よろしくお願いいたします。今回、このパーティーの戦い方はこうです。レッサーデモンびっくりサタン、ヘルバトラー、全員状態異常が使えるんで、大丈夫かな？状態異常チームかかったよね、これ。あれ、状態異常チームもしかしてかかったこれ。状態異常が使えるんで、状態異常でね、敵をはめ殺そうと思うんで、よろしくお願いいたします。状態異常で敵をはめ殺し、こっちが勇気勝ちをする。ちょっと待って、なんか今日声枯れてんだけど。さあ、来ました。びっくりした。誘う踊り。シャルイーラス、私踊りましょう。はい、誘う踊り、ホイドーだ。え？お！お！おや？おや？開幕早々なからか。いきます。呪いの玉いきます。はい。呪いの玉上げてね。握りつぶす。握りつぶした。お呪われてしまった。わお。え、全員、え、お、え、あ。呪われていて、あ。動けないぞ。これはすごい。あっと、動けない。ちょっと待って。開幕し早々なかなか強烈な当たりでございます。さあ、来ました。ここ、おたけびを。いきます。おたけび。いきます。おたけび。はあ、止めろ。止めないかな、誰か止めない。いや、意味ないな、そいつ。そいつ意味ないよ。え、このターン相手動いてねえじゃん。このターン相手動いてないよ。お、いいぞ。この戦法、ありかもしれんよ。ちょっと。一旦、うまくいっただけで、調子に乗るのが早すぎなのでは。いささかね、調子に乗るのが早いのでは。いきます。呪いとも行きます。はい。行きます。呪いとも。はい。うん。ね、ギュッと逃げず。行きます。ギュッ。はい。はい。さあ、誘う踊り。行きます。踊ります。私と一緒に当たりましょう。はい。踊りましょう。体勢ついた？行きました。おたけび。おたけび行きます。はい。おたけび。わー。これで止まります。やべえな。一ターン目で調子、ちょっと待って、一ターン目で調子乗りすぎたか？一ターン目で調子乗りすぎた？にゃー一ターン目で調子乗りすぎたんだよ。ちょっと待って、一ターン目で調子乗りすぎてる、こいつら。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って。ボッコボコにされるんだけど。ここでね、ついにイオラまで飛んでくる始末ですよ。ちょっと大丈夫？こっちさ、ほとんどさ、攻撃してないからさ、勇気溜まってねえしな。結局さ、あんま勇気量変わってないもんね、よく見たら。変わってないね。さあ、ここのターン、確かに勝負の分かれ目すごいよ。3ターン目勝負の分かれ目感あるよ。さあ、先に。あ、来た！来ました！来ましたじゃねえんだよ。いきます、呪いの玉。止めればええねや。はい。すごいな。上振れ下振れが激しいな。おたけびでサーブいくつも止めちゃいましょうね。はい、全員止めましょう。全員止めればええねん。まあ、一体。まあ、所詮サーベルキツネ、大丈夫です。所詮サーベルキツネなんでね。あん誘う踊りが来ました。いや、これサーベルキツネを止めないとダメだな。はい。誘う踊りでサーベルキツネ、よし！いいぞ。いいぞ、これ。これある？これ耐え切れば勝てるな。これワンチャンあるな。ちょっと差がつ
いやでもこの差はね多分ね状態以上で取り返せるよ。勇気勝ちすればいい話だから。でさっきから自分4玉出してないからちょっと4玉出そうね。さあゴリゴリ、あいノリノリゴリゴリサルビーダンス、イエーイ。嘘これいけるの、これあるだ、これでデスゴーゴー止めちゃえばいい。いやデスゴーゴーは呪い止まる。はい行きます。ノリギュッと20、ギュッ、やった。これ勝った、これはもらったでしょ。いやこれはいったべ、これはいった、間違いない。なにこれグダグダ勝負やば、ちょっと来たんじゃない、ちょっと、え最強パーティー来た、ここついにね、いよいよね最強パーティーをね見つけてしまったかもしれません私は。おとみ4玉、4玉出して、よし勇気決まった、強い強いぞ、ほら行きます、ダークドヤム雷鳴高弾脚。ちょっと待って待って待って、状態がハマりすぎじゃないの今のは。えマジ理想を通ってるぞ、一戦目から開幕早々なかなかすごいことをしてくれたなこのチーム、なかなかのインパクト。今回のねチームコンセプトはこうやって状態上にかけて敵を止めて勇気の一撃、まあとどめの一撃を打つっていうやつじゃないですか。なんでさっきうまくいったのかって言いますと、相手にちょっとあるんですよ実は。一戦目のチームは実はちょっとズルしまして、賢者、まあ今回も相手賢者にしてあるんですけど、賢者は誘う踊りに耐性があまりないんですよ。どちらかというと弱い方です。でだから誘う踊りが賢者をかなり止めれることとして有名ですね。はい誘う踊り、それはダメー、スマトさん黙っちゃった。ダメだってそれで、賢者に当たればいいんですけど、問題はさっきみたいにステップとか、ええ何どうなったどうなった、あいや違う、おたけびがちょっと取ってあげる。なんで誘う踊りは賢者をかなり止める勇者ね、手段として優秀。でこれはダメ、誘う踊りはね賢者の足を見てくる、3回言ったよ。何回言うのねえねえねえ、でも状態以上で止めないとね、今からね敵の洗礼がこうやって厳しい洗礼が来るわけですよ、ほら、おーい。よりにもよって誘う踊りが止まっちまったよ、誘う踊り止まっちゃったよ。そしてね相手もねちゃんと相手がちゃんとなりました、ギズモとかドラゴンとか増えました。もうこれによりね、さっきみたいに呪いに弱いデスゴーゴンとか誘う踊りで踊る賢者とかが全然いない状態になります。つまりどういうことかというと、やっぱりお前の未来が知らってる、2戦目から早々な洗礼を浴びておりますこのチーム。いやでも賢者さえ止めればいけそうなんだよね、主人公を止めるってやっぱでかいからね。さあ呪い玉ギュッ、まあでもドラゴン呪ったのでかい、でかいでかいでかい、ああもうここは誘うので止めるな、何寝とる場合ちゃうって。頑張れびっくりサタン、普段ね動画に出てないからね、レッサーデモンもびっくりサタンもね、おたけまさかの弱点取ってんのかよ、ドラゴンとギズモに弱点取ってやがる風属性だな。来ましたメダパニー、大丈夫かな。あーでも向こうの状態以上はいらしてるね、うまいことね、最悪のパターンは一応向こうのね状態以上引きまくってそれで負けちゃうっていう可能性もあるけど、意外と大丈夫だな、それで意外と耐えてんな、あま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 あ、でもこれだとさ勇気の差的にはあんまり差がないから、なんだったら状態以上失敗してる、向こうはラリルマっていう攻撃じゃん、だから向こうの方が勇気たまるの早いからね、これだと意味がない、総裁でも意味がないんですよ、モンスターマスターで相手を止めることに特化したチームっていうのは総裁じゃ意味ないんですよ、総裁でもない、基本的にこうやって状態上重ねていくわけなんだから、もう先に勇気を貯め切らないといけない、止めまくって、だからかなり運無天部な来ましたよ、運無天部な感じです、よっしゃやっぱ来た、これはでかい、この一旦でかいぞ、この一旦は明らかでかい。さあ賢者に誘う鳥がぶっ刺さっていく中、ここで雄たけびでねドラゴンもう一回止めちゃうとねかなりアドですよ、はい雄たけびドーン、すごいダメージだわ、もう弱点取ってるだけだな。いやーギズモのメダパニがちょっと怖いんだけど、よくこいつメダパニ失敗してんだ毎回、ギズモ、おおギズモお前メダパニやめた方がいいよ、やめた方がいいんじゃないかなメダパニ、もうちょっとメダパニやめようか。こっちの偶然意外と優秀よ、レッサーデモンもみんな優秀よ、ね、こっちのチーム優秀よ、
だからもう総裁じゃ意味ないから、向こうとしてはね、こうやって勇気貯めてさ、判定勝ちにできるんですよ。ラリルナ攻撃だしね。こっちは向こうを削る手段がほとんどないに等しいんで、どうしようかなって感じです。ここで誘うと全員止めます。はい、誘う踊りです。これもう2枚ましいな、ジャンプ賢者さ、当たればええけど、その賢者に当たってほしいのにもかかわらず、あのピロリしちゃうもんでピロリ、忌まわしいピロリが入ってしまうせいであの勇気がたまんないし、失敗してるし、そう、誘われて止まるはずなんだけどね、避けられちゃうもんな。ついにメタバリ当たったし、しかも やばいな、これ賢者攻撃で止まっちゃうな。止める、んー、ギズモが止まる、珍しいな。ギズモが呪われる、珍しい光景発生。いやー、やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばいよ。あれ、これなんか嫌な予感がしてきた俺、うん、大丈夫かな。勇気溜まる、溜まってない、溜まってない、いや溜まってないと思います。ほら、ちょっと差がついてしまったか。ここからの勝ち筋、ここからの勝ち筋麻痺して、もうこっからの勝ち筋で無言になっちゃったじゃん。凍てつく波動かなと思ってたけど、いや凍てつく波動でもダメだな。いや、ワンチャン凍てつく波動いけたかな勇気総裁してどうするんだって話なんですよ、これ。これ勇気総裁したくらいどうなんの。ただただただ来ました、逆下げに来ます、はい、行きます、逆下げに行きます。ふん、何してんだおめえは。来た、ノリノリのダンス、ノリノリ、一緒に踊りましょう。聞くね、やっぱ聞くな、やっぱ聞くな、うん、やっぱ聞くな。状態上チームってさ、止めて先に勇気貯めればいいけど、意外とうまくいかないもんなんだな、こうしてみると。こうやって結局なんか動ける人がさ、ゴリゴリやってってさ、だから状態上の攻撃、そのジュラハードの嘆きの歌とかね、それこそホームブレイクとかもそうなんだけど、そういうのがやっぱ一番強いのかな、やっぱりね。状態上不要率にも関わってくるけど、やっぱ状態上だけで止めると難しいのかな。ああ、無情なゴング、無情なゴング。さあ、ここからが本番です。何かって言いますと、今まで賢者が聞く対象だったじゃないですか、誘う踊りとか聞く対象がいたわけじゃないですか。聞く対象があんまりいないですこの時点でなんかもうね、呪いとか聞かなさそうな顔してるもん。なんか呪いとか絶対聞かないでしょみたいな顔してる連中が集まってます。誘う踊り踊らないでしょみたいな連中が集まってます。いやでもね、聞かなさそうなやつでも聞くのがこのゲームのいいところ。いきます、誘う踊り踊りましょう。はい、みんな一緒に私と踊りましょう、楽しくね。わーわー、嘘でしょ一応ちゃんとマスターダブルスキャンしてます。まあ結構有名どころで言うと、状態上の効果を上げるマスターダブルスキャンっていうと、ビルドラースとかパペット小僧のロトコレクションとかが、マスターダブルスキャンで状態上の効果を上げる、まあ、そのあたりのカードを使ってますね、今回マスターダブルスキャンは。なんで確かに止める可能性はないわけではない。これあるな、あれこれあるな、これは全く意味ないな、みんな止まってるもんね。あ、主人公が、そうか、呪いけるか、主人公を止めればでかいよ。でも主人公を止めるのって、だってやっぱこういう主人公チームは周りより、その主人公は5の強さみたいなもんだから、10で分割するとしたら、他の周りが 2.5 ずつだとして主人公は5を占めてるみたいなもんだから、その主人公を止めるとでかいよ。もう一回止めよう、それもワンチャンいける、それは。でも他の2体が効果薄いな。わー、いいねー、いいとこ止めてるぞ、これあるなこんだけうまいこと止めてると、かなりね、理想論に近いですね。さあ、このターンは影の騎士しか動いてないんじゃないかい。いいね、ここでパペットコードでさらに止めちゃえば、もう相手もう怒るよてかさ、実際こうやって状態上ずーっとこすられるのってさ、相手にとってストレスでしかないんですよ。あー、全員止まった、でかいでかいでかい、マジででかい、これいけるかもしれん、これはいけるかもしれん。モンマス当たり前だけど、つばせり合いはされないし、されないし、仕掛けることもできないからね。でかいぞこれ、向こうが全然動けてない、1戦目と同じ感じの内容。いい、いける、
ここで主人公止めよう。主人公止めてでかい。せーの、はい、うん、多分横は絶対呪い効かないだろう、顔的に。さあ、おたけびで、ワンチャン止まるでしょ、精神的行動不能。よっしゃー、うわー、来たー。主人公をこうやって釘付けにしてれば、もう絶対負けないからね、そりゃ。これは勝てるかもしれんな、普通に。まあ、ここクラウン仕方ない。ちょっとね、継承は仕方ない。ここでダークランサーを誘う踊りです。行きます。一緒に踊りましょう。わお。ちょ、主人公。情けない主人公だな、あいつ。情けねえ主人公になってるぞ、いいのか？これ光の弾で勝てる。これ勝てるな、本当に。これ、ワンチャンあるな。だって、このために光の弾使ってさ、もう敵の攻撃耐えれば勝ちでしょ。ぶっちゃけ。ねえ、一戦目と同じ感じでうまいこと止めてるもん。かなりあるな。状態で無駄もし、やっぱ2戦目の時とかみたいに、1体とかしか止めないと厳しい感じだね。ダメージ量で勝てないから絶対に。あ、これはやべ、来た、ライコー一戦目好き。あ、怒りの一撃だ。怒りの一撃飛んできた。怒りの一撃じゃん、完全にもうアンガーパンチじゃん。あ、あ、誘うのにシャルミー出せ、やった。嘘でしょ、このチーム何なの。上振れ下振れ激しすぎない。え、なんでさ、このチームに勝てんの。俺もっと圧倒的に負けんの予想してたのに、ぶっちゃけちゃ。え、これもともとチームに勝てんの。なんかピロリした、なんか避けた。嘘でしょ、なんで勝てんのこのチームに。いや、まあそれはもういいわ。もうだってもうここまで行くと煽りだもん、煽りの領域だもん。もう勝負決まってるからね。勝負が決まってる状態でもう状態上こすんのはね。え、あ、なんて答え。まあ、全てがほとんど運勝負とはいえ、はい、なめとどめ、はい、はい、なめぷとどめ。全てが運勝負とはいえ、めちゃくちゃ強いな、ハマると。散々状態異常で暴れまくってやつけが来ました。合体モンスターできたんだけど。合体モンスターで勝負や。状態異常の耐性がさ、めちゃくちゃ硬い合体モンスターと勝負します。つまりこれはどういうことかって言いますと、まあ低確率で期間はきれいはないんですよ、状態異常もね。なのでと状態異常で止めてしまえばスラリングに勝てるし、止めなきゃボコボコさん、ボコリンガルですよ。止めなきゃボコリンガルです。さあ誘う踊り、スラリンガルもちょっと踊りたい子じゃない。うわー、なんか呪われつスラリンガルあると思います。呪いの弾ほいやん。あー、やばい、ガルミサイル飛んできた。ちょっと待って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 、おー、でもここで、ここでヘルバトラーが回避する。え、ヘルバトラーって回避するモンスターだったっけ。さあガルミサイル、あー、ここからか。いやー、強いなー、やっぱ強いなー。スラリンガル変わっとしたよね。DLC のフォースがあるんですよね。つまり早く止めなきゃ負けですよ。ガタイモンスターはその性質上勇気ためれないようなもんなんで、持ち前のその火力とかでご利用していくのが基本戦法ですね。というわけでスラリンガルは適正最大フォースでね、ボッコボコにしてもらいますよ。このチームに洗礼を。バトルマスターと賢者がね、負けてしまったその戦で、今ここに旗さんダメでしょ。さあマイナーモンスターどこまで輝ける。普段使わないレスターデーモンやね。びっくりしたんがここで活躍できるか、呪いの弾が成功するか。うわっ、でもここで、でも頑張れ、誘う踊り、フォースの力身にまとって踊りたい頃じゃないですか。うわっ、じゃあここでホームブレイクが現れる。いきます、ホームブレイク、あ、せーのよっ。うやばい、あ、やばい、フォースが、フォースのガルミサイル、あれ、フォースのガルミサイルでどうなんだ。1045、え、あれあれ、お、え、あ、え、え、あ、おお、でもここでね、ここでヘルバトラーが渾身の回避。なんでだよ、ちょっとね、このヘルバトラーどうなってんの今回。びっくりしたことでスターでも活躍してるの分かるけどさ、ヘルバトラーどうなってんのお前。
めっちゃウケるやん。めっちゃウケるね、ちょっとヘルバトラー。ヘルバトラーが言ってる。お前ら、これは勝てる試合だって。うん、勝てる試合なんだよ。勝てる試合なんだ。ヘルバトラーがね、命の、命繋いでくれたよ。あれ、当たってた、死んでたぞ。外れまくるんだけど。それはそうだろう。あー、待って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 避けます。ヘルバトラー渾身のヘルバトラーのステップをお見せします。ボコリンガル。